ニナ・バルディチェワ・フヨードロワは、ソビート連邦プスコフ州、トレビーの出身の元クロスカントリースキー選手。1970年代から1980年代にかけて活躍した。フヨードロワは1970年、ノルディックスキー世界選手権で国際大会に初出場し、5km で、銅メダル、リレーで、金メダルを獲得。 地震初のオリンピックである1972年、札幌オリンピックでは 10km で10位となった。1974年、ノルディックスキー世界選手権では 5km で5位に、入賞、リレーでは、金メダルを獲得した。1976年、インスブルックオリンピックでは 5km 銅メ,メダル、10km4 位、入賞、リレーでは、金メダルを獲得した。 1980年、自身3度目のレイクプラシットオリンピックでも 5km5 位、10km6 位と入賞し、リレーで銀メダルを獲得した。ソビエト連邦選手権では1971年に 5km で優勝、リレーで8度優勝した。現役引退後は、サンクトペテルブルクでクロスカントリースキーのコーチを務めた。2019年1月27日、 サンクトペテルブルクにて死去。71歳をつ。ありがとうございます。